内鈴蘭選手のティーショットです。今すぐあなたとちょめちょめしたいな。はぁめっちゃ叫んだな。危険だと思ったらファーって言ってくださいって言われて、もう完全に今危険信号が私の中に。ありがとうございます、はい、ということで高柳茜の暗黙の了解。真ん中にお邪魔します。 SK48 チーム K2、 NMB48 チーム B2 のチュリコと高柳茜です。暗黙の了解でやってきました。 SK48 チーム S のランランこと山内すずらんです。イエイイエイ。ちょめちょめって何？え、夜のあんなことや。あ、テンションおかしいわ。汗かいて、いきなり肩出てるよ。あ、しまっとく。もっと出す。汗する。出てる。これは、ツイッターかなんかで見てください。はい、お願いします。肩出てます。ということで、もう頭からぶっ飛んでますけれども。ありがとう。ナナ、初登場ですね。暗黙の了解。すごい緊張してます。本当に、うん、全然大丈夫だよ。あのね、うん、こういうなんかセクシーな話とかはね、うん、簡単にできちゃうんですけど真面目な話がすごくできない人で大丈夫。でも真面目な番組じゃないから大丈夫。あ、じゃあ向いてるわ向いてるわということで、まあ、改めて、はい、まあ、ランランは大所属で、うん、AKB さんから SK チームメッセに来たんですけども、うん、どうですか最近は。そうですね、やっぱ SK48 といえばダンスがすごいじゃないですか、うん、まあそう思われてくれてますね、うん、ありがたいことに。私もねダンスすごく好きで、もっと踊りたいなって昔から思ってたから、ね、そうなんだ。そう、 SK のダンスすごい楽しいし、やってて達成感がすごい。公演とかそう、せっかくでしょ。めっちゃかく、もうなんか発汗がやばくなっちゃって朝からでも汗がやばいのそれ大丈夫？もうね、寝起きとかからやばい、うん、それはもうちょっとやらしいですね、うん、ちょっといろんな意味でねなんでやね、全部そっちに持ってかないでいやいやいや、でも一番仲いいメンバー誰ですか？ SK で竹内舞ちゃんが仲いい、だよね、SK に入ってからずっとお世話になってて、うん、やっぱ名古屋にお家がないから、うん、最初はね、そうだね、もう毎日のように家に泊まらせてもらってて、なんか前々もあれだもんね、三重の方からね、そうそう、名古屋の方に出てきてて、一人暮らししてるのかな。一人暮らし今してて、うん、そうお世話になりましたね、うん、どんなお話するの。いや、なんかね、うん、ちょっとニヤッとしたね。やっぱり私的には、うん、マイマイもちょっと変態なところがあるんですよ。うん、変人であり変態なところね。なんですけど、お風呂にね、うん、一緒にあんまり入りたがらないのよ。おー、でも最近はちょっと、うん、押して、うん、一緒に入ろうってずっと押してたら入りたい派なんだなんは私ね、一人がすごく寂しい人だから、お風呂も一緒に入りたいし、守ってあげてください。お布団の中でもギュッてしてたいし、だからね、はぁ何でも言ってしまう。ファー。今日知ったばっかなのに。このゴルフ用語なんだよね。そうそうそう。ね、危険ですよって意味ね。私飛んだよって意味だと思ってたもん。あ、飛んでます。めっちゃ飛んでますよって意味。うんうん、全然違うね。違うんだね。ナイスショットだね、それは。さすが。なんかその話になるとちょっと真面目になるね。そうだね。ゴルフはもう真面目で生きてるから。おお、真面目で生きてるから。確かに、ね。唯一。結構ね、結果残してるもんね。噂では聞いてるけど。もうゴルフのお仕事は本当に私にしかできないこともたくさんあるから、うん、そこはもう唯一真面目に頑張ってる道。譲れない。確かに。なんかゴルフ自慢とかあります？え、なんだろうな。でも SK に入ってからベストスコア出したんですよ。うん、あ、へぇー。そう。あとね、なんだろう。うん、ドライバーってわかる？ほんと、あれですか、うん、ネジ緩めるやつですか？ちげえよ。ちげえ。ゴルフで使うけど確かにね。あれか、運転する人？違う。車の、なんか、ハンドル握る人。何ドライバー。あのね、うん、すごい一番飛ぶクラブね。クラブってわかる？うん、ほんと。あのね、伝わらないから。ラジオだからこれ。なんていうのあれじゃないの？ボルクラブっていう、うん、そう、棒なんだけど、うん、一番飛ぶクラブなのね、それが。それで、あの、平均220は行くようになりました。220ヤードって言って。すげえって思うけど、平均がわかんない。まあ、でも、やっぱ私はプロじゃないからアマチュアなんだけど、うん、アマチュアで19歳で、アイドルでって言ったらすごい飛ぶ方なのかなと。うん、へぇー。やっぱドライバーは自慢ですね。うん。ちなみにね、うん、ランナーと私の関係といえば、うん、2010年の総選挙で同じアンダーガールズ入りしたんだよね。最初に入った時、涙のシーソーゲーム。あー、懐かしい。あれだよ。あれさ、変なウィッグ被ってたよね。何被ってた？なんかアフロみたいな。だよね。出た、してた。でもあのミュージックビデオ楽しかった。初めてだったんだよね。アンダーガールズに入ったのが。私ね、うん、その頃まだ何歳だったかな ?15 か。私が17ぐらいだったから。15歳だったんだけど、うん、あのさ、ダンスの振りでちょっとエッチなとこなかった？どれもう15歳からそんなことばっか抜いたんだけど。ちょっと待って、どこどこ。あの、もう私ね、ドエロなんすよ、マジで。あれですか、もしかしたら腰の動きですか？ザー
わかった、あそこだね。あのサビだよね。そう、サビのあの動きがちょっとそうですよね。全然考えてなかったわ。ミュージックビデオ見てもらって分かるんですけど、映ってる？映ってる、映ってる、映ってる。ちょうどね、2番あたりで私のね、それを見れると思うんですけど。いや、もうあれ大好きだったわ。いや、やばい。いや、でも今このラジオ聞いてる人で涙の真相ゲームって言ってすぐに歌える人あんまいないと思う。そうだね、これを機会に見てもらったら、ね、この時間帯に。あれ歌だけ聞くとめっちゃ泣けるけどね、うん、めっちゃいい曲だよ、うん、普通に。ミュージックビデオが面白いんだけど、うん、まあ、この時間帯にあのランナーの腰の動きをね、見て見てね、見て見てね。ということで、まだまだオープニングなので本題に入って